3秒を切りました。5レースランチアタック準決勝戦 B スタートしました。ゼロのスタートは枠なり、10メートルのスタート、外から4番鈴木一馬が先行していけるかどうか。3番川原が受け止めている。ここは3番川原枠なりです。その後ろは最終班6番中口トップスタートで、早めに4番鈴木一馬のうち入ろうとしています。5番の松山が6番手、7番笠木7番手です。ゼロ戦2番の石貝が1周目切り返して松尾をかわして先頭に上がっていますが、食らいつくのが1番の松尾や。3番手は3番の川原、インコースから6番の中口、中口が川原を捉えました。4番の鈴木一馬は序盤展開苦しくなって5番手、その後に5番の松山、最後方7番の笠木です。先頭2番の石貝に対して逆転のまくりを放っていく1番の松尾、まくり返して先頭に上がりました。2番の石貝が2番手、それをまくった6番中口上がってきました。2番手です。先頭1番の松尾に接近します。6番の中口残り3周回、内6番中口が狙ってきています。まだここは抑え込んでいる1番の松尾、6番中口2番手、3番手は3番川原、その後は2番の石貝をかわしていけるか、5番の松山、ここで4番手に上がりました。レースは終盤残り2周、1番の松尾がレースをリードします。後ろでぴったりマーク6番中口、残り2周で仕掛けていけるかどうか。5番の松山もやっとエンジンかかってきました。3番手に上がって残り1周半のバックストレッチです。1番の松尾屋先頭、6番中口2番手、5番の松山3番手、残りは1周です。青旗振られてファイナルラップ、レース終盤1番の松尾、6番との中口との差を開きました。2番手に5番の松山上がってきまして、3番手は6番中口か3番川原か。1番の松尾屋今年初、通算では4度目の優勝を決めそうだ。松山2番手、中口3番手、最後の直線押し切りました。1番の松尾屋、3秒を切りました。10レース準決勝戦 A スタートしました。40メートルのスタート、3番の山本、4番の浅田、ここは並んでいます。後ろからは6番の佐藤孝也がトップスタート、5番の青島と7番の木村武史は並んでいます。6番手7番手です。1番の西翔子、30メートルあるリードを生かせるでしょうか。追ってくるのは2番の石橋、3番の山本、6番の佐藤孝也が4番浅田を攻略したか、7番の木村武史は青島を捉えて6番手です。1番の西翔子先頭、2番の石橋大が差を詰めてきています。3番の山本翔、その後6番佐藤孝也、4番浅田、7番の木村、5番の青島、最後方です。残りは4周回、まだ序盤戦から中盤戦に入ったところですが、西翔子のリードは小さくなってきた。2番の石橋が差を詰めています。3番山本3番手、6番佐藤孝也がインコースから狙ってきていますが、ここは4番手から今3番山本を捉えて3番手に上がっています。残り3周回、1番の西翔子初めての優勝戦進出へ懸命に先頭を逃げています。2番手2番の石橋大、それをかわしてきた6番佐藤孝也、2番手に上がります。3番手2番の石橋、その後は4番の浅田、7番の木村武史はまだ中段5番手、残りは2周の終盤戦です。1番の西翔子終盤戦まで先頭でやってきました。6番佐藤孝也がそこに並びかけてくる、粘れるか。1番の西、6番佐藤孝也は捉えた、2番手どうか。4番の浅田がやってきた、浅田2番手か、西翔子が粘る、残り1周回、食らいつく1番の西、やや滑ったか、残り1周、青旗振られてファイナルラップ、2番手は4番の浅田が上がる、3番手は7番の木村か1番の西か、先頭6番佐藤孝也が突き抜けて、2番手は4番浅田、3番手に7番の木村が上がってきました。西翔子は最後捕まって今5番手、最後の直線6番佐藤孝也人気に応えました、ゴールイン。2番手4番浅田慎吾、3秒を切りました。11レース準決勝戦 A
スタートしました。最終半30戦では6番の伊藤信夫、好スタートを決めていきました。10戦では外から3番の鈴木健吾が先行、1番の間地川に迫っていきました。1番の間地川はなんとかスタートを残して逃げ体勢を作ります。3番の鈴木健吾2番手、2番の関口3番手、4番手4番の青木やや外に流れて内から6番の伊藤の上をポジションを上げていきます。4番手です。7番の二村が6番手、5番の砂見は最後方です。先頭1番の間地川、優勝戦へのチャレンジ、リードを2写真と取りました。後ろからは3番の鈴木健吾、ここで切り返しの体勢から先頭を伺っていきます。残り4周回、まだここは間地川直線伸びます、届きません。3番鈴木健吾2番手、体勢を立て直します。2番の関口がその後ろにいて、6番の伊藤信夫4番手です。1番の間地川が少しリードを広げました。3番鈴木健吾もう一度チャンスを待ちます。2番の関口その後ろで6番の伊藤信夫、7番の二村が5番手までまた1つポジションを上げてきています。1番の間地川がレースを引っ張ります。残り2周半のバックスリッチに入りました。2番の関口が3番の鈴木健吾を逆転できるかどうか、10戦ここで競り合っています。6番の伊藤信夫がその後ろでチャンスを待って、ここで狭い間を割ってきた。3番鈴木健吾をかわして3番手に上昇です。1番の間地川いいペースだ、リードをまだ保っている。2番の関口を捉えに行ったのは6番の伊藤信夫、まだここはいけず3番手。3番の鈴木健吾はその後、7番の二村飛龍は5番手中段の位置、残りは1周、青旗振られてファイナルラップ、直線伸びる1番間地川、関口入りきれず、6番伊藤信夫も3番手から仕掛けきれずに最終周回バックスレッチ、なんとか入りきれるか伊藤信夫、関口のインコース割っていく。1番の間地川の外に持ち出したのは2番の関口、三者三つ止めで直線勝負、間地川関口伊藤信夫、間地川横逃げ切った。準決勝も逃げ切りました、間地川横。3秒を切りました。少し雨足が強くなってきています。12レース準決勝戦へスタートしました。10メートル勢のスタートはどうか。1番の中村幸典がスタートうまく切れません。外から3番の鈴木辰巳飲み込んでいく。30メートルのスタート、6番佐々木が遅れました。7番鈴木圭一郎は6番手です。3番鈴木辰巳が好スタートを決めて先頭、2番手に2番の小栗翔太上がって、3番手は4番佐藤真也、1番中村幸典は交代、5番の浜野、その外から7番の鈴木圭一郎。どうでしょう、選手の走りはやや雨っぽくなってはきています。3番の鈴木辰巳が2番手以下を引き離しての先頭です。2番手4番佐藤真也上がってきて、2番の小栗はややいっぱい、7番鈴木圭一郎がかわして3番手です。鈴木圭一郎が少し外に持ち出して4番佐藤真也に並んでいきます。残りは4周回です。3番鈴木辰巳が先頭、2番手4番佐藤真也、7番の鈴木圭一郎が3番手、切り返しの体勢を取っていくか。佐藤真也のインコースに入りきっていく鈴木圭一郎、2番手に上がりました。急な弱い雨という状況ですが、鈴木圭一郎しっかりとポジションを上げて今2番手。残り3周回、先頭行く3番鈴木辰巳に迫ってきています。4番佐藤真也が3番手です。先頭2番手の間隔は2写真ほど。7番の鈴木圭一郎着実に差を縮めてきて3番鈴木辰巳に接近します。仕掛けるところまでいけるかどうか。残りは2周の終盤戦です。3番鈴木辰巳先頭、7番鈴木圭一郎2番手、この両者の一騎打ち。3番手は4番佐藤真也、このバックストレッチ、鈴木辰巳のインコースをこじ開けていって7番鈴木圭一郎を先頭に上がりました。3番手4番佐藤真也、2番手まで伺えるかどうか。残りは1周です。青旗振られてファイナルラップ、7番鈴木圭一郎先頭、2番手3番鈴木辰巳に近づいてきた4番佐藤真也、仕掛けきれるかどうか。最終周回のバックストレッチ、佐藤真也が飛び込めない。3番の鈴木辰巳2番手、4番佐藤真也が3番手です。先頭は7番の鈴木圭一郎、断然人気に応えました。悪天候でも見事押し切り、2番手は3番の鈴木辰巳、7番の鈴木圭一郎連勝ゴール。
締めましょう。最終レース直前、発走直前に雨です。第12レース新スタンドオープン記念レース優勝戦の発走でございます。新スタンドには多くのお客様が集まりました。優勝戦を見守ります。まもなく発走です。スタートまで3秒を切りました。新スタンドオープン記念レース優勝戦スタートしました。1番のマジカースタート決まらず、10戦からは3番の鈴木辰巳がトップスタートを決める。一気に先頭に立ちました。最終班は6番佐藤孝也が好スタートを見せまして、5番手につけます。切り返した鈴木圭一郎5番手に上がってきています。先頭3番鈴木辰巳、2番手2番の松尾彩、4番浅田慎吾、その後ろは6番佐藤孝也、7番鈴木圭一郎もやや外に持ち出してポジションを上げてきています。先頭3番鈴木辰巳に迫ってくるのは2番の松尾彩。2番の松尾彩が逆転を狙って開けてきています。佐藤孝也3番手、鈴木圭一郎は佐藤孝也に対してのチャージ、ここは切り返しの体勢を取ってきました。残り4周回、先頭3番の鈴木辰巳、ここ浜松のトップとして浜松を引っ張り続けてきました。このレースも引っ張っています。外からは2番の松尾彩、そして鈴木圭一郎が一刀両断、一気に内から両者をまとめて捉えました。先頭に上がっています。2番手3番の鈴木辰巳、3番手に6番佐藤孝也上がってきました。2番の松尾彩、4度目の優勝戦、ここも万事休すか、4番手あたり下がってしまっています。先頭7番の鈴木圭一郎、2番手3番の鈴木辰巳、3番手6番の佐藤孝也、その後ろが2番の松尾彩、4番の浅田慎吾です。レースは終盤残り2周回、ここで6番佐藤孝也が鈴木辰巳のインコースに入ってきました。6番佐藤孝也2番手に上がっています。やや流れたか。3番鈴木辰巳がやり返すバックストレッチ、鈴木辰巳が逆転をしていくか。佐藤孝也と2番手争いは大接戦です。先頭は鈴木圭一郎で残りは1周、青旗振られてファイナルラップ、2番手争いまだ蹴りつかず、3番鈴木辰巳と6番の佐藤孝也、後ろでは2番の松尾彩もチャンスを待っています。最終周回バックストレッチ、7番鈴木圭一郎ちぎった、2番手は3番鈴木辰巳か、2番の松尾彩が食らいつく、6番佐藤孝也は4番手最後の直線、7番鈴木圭一郎完全優勝ゴールイン、2番手は3番鈴木辰巳、7番鈴木圭一郎、今シリーズ3連勝完全優勝。昨日も今日も直前の雨全く苦にしませんでした。10円、2連複3と7の組1140円、3連単7番3番2番で15760円、3連複237の組み合わせ。注目の結果は鈴木圭一郎選手、通算59回目の優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを聞かせてください。いや、こんなに多くのお客さんに、喜んでもらえて、嬉しいです。はい、それではレースについてお伺いいたします。まず試走タイム一番時計の 3.29 でしたが、鈴木圭一郎選手の手応えはいかがでしょうか。まあ、普通に良かったです。はい、スタートは30戦3車並びでした。ご評価はいかがでしょうか。雨が降ってたので、とりあえず空回りだけ気をつけて、切ったのでそんなに速くなかったと思います。はい、レース道中エンジンや展開など振り返っていかがでしたか。もう雨が降ってて、とりあえず、滑らさずに走らそうと思って、走っただけです。はい、1着でゴールしました。ゴールした瞬間の気持ちを教えてください。最近、優勝できそうでできなかったので、すごく嬉しかったです。最後に今後の意気込みも踏まえて全国のファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、新しいスタンドになって、浜松オートも綺麗になって、これからも、浜松オート、よろしくお願いします。